じゃあサリーさん、おはよう。みなさんこんにちは、ヤピです。今日はなんと初の案件動画です。だから気合い入ってこんな感じで動画作っていきたいと思います。ファビオンライフさんから猫用ハンモックの商品レビューの案件をいただきました。忖度のない正直な感想が欲しいとのことなので、しっかりとレビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。中身はとてもシンプルで、こんだけしか部品がないです。部品が少ないのはね、すごいいいことだと思います。ほんでこの吸盤が思っとったよりめっちゃでかかったです。なんか吸盤で窓につけるタイプのやつって落ちそうで怖いねんてね。ちゃんと落ちんかったら逃げんけど。これ説明書。まずはこの白いのをカチャってつけます。これはすごい簡単だったので猫の手は必要なかったです。ほんで一個めちゃめちゃ感動したことがあって、なんかゴミがこれしか出んかった。なんかたまにさ、よく靴下とかについてるみたいなやつわかる？あの白いやつの時あるがいね。なんかあれ落としたりしたらわからんくなるから、このシンプルなタイプめっちゃ最高やった。はい、そんな感じで外組ができたので次行きます。実はこの動画はちょっと台本を作って音声は後撮りで作ってるんですけど、なんか何もない時、こういう時とかめちゃめちゃ喋りたくなって、あの台本にないこととか、あの台本とは全然違うことめっちゃ喋っちゃいます。そんな感じ。次に吸盤をつけるんやけど、これはすごい簡単でした。なんかこれはここの穴に入れるだけ。これをこうやって外して、あれ外してくれ、早く外して、こっちちっちゃい方を回すんじゃなくて吸盤の方を回すだけで簡単に4つくっつけることができました。わあすごい。布を取り付けるところの動画を撮るのを忘れちゃったんですけど、これもすごく簡単にくっつけることができました。うわイケメン。最初は吸盤を信じて、なんか低めにつけようと思います。じゃじゃーん、完成でーす。なんか5分ぐらいでできた気がする。嘘、10分ぐらい。あとは使ってくれるのを待つだけです。メールでは20キロまで行けるから2匹同時に乗ることも可能ですって言ってたんですけど、本当かな。使ってくれるのを待つだけなので、ここでみんなお茶とかおトイレとか行ってください。あと1分後に乗ります。あーよいしょ。はい、いつもの BGM 入ります。はい、とりあえず第一関門は突破です。これもマジの使ってくれなかったらどうしようってめちゃめちゃ考えた。大丈夫だった。リリピは結構気に入ってくれたみたいです。リリピが乗っても大丈夫。正直吸盤の窓用ハンモックとか全然信用しとらんかってんけど、リーピが乗っても外れる様子はないから、あ、結構いけるんやなって、すごいなって思いました。それじゃあ正直な感想を言うよ。今回このファビオンライフさんのハンモック組み立てもめっちゃ簡単やったし、このハンモックのとこがメッシュ生地なんもこれから夏やし、すごいちょうどいいなって思ったし、
設置して今1週間以上経った今でも吸盤が1回も、ほんと1回も取れたことないねんて。やからめっちゃ正直に言うと、これはめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいぞ。みんなも買ってほしい。これはマジ。4キロの猫が使っても、あ、ごめんリリ、体重言っちゃった。4キロの猫が使っても普通に伸び伸びできるし、下から見るとこんな感じやけど全然破れる感じもないです。ねえ、こんないい商品案件で使わせてくれるんだったらねえ、もっとください。ほら、リリピがすごく気に入ったみたいで、ジャクにも使わせてあげてね、リリちゃん。ただ1個だけあって、先方の人は2匹で使っても大丈夫って言っとったんやけど、ちょっと猫の関係でうちは2匹使えなそう、2匹同時にはちょっと乗れなさそうです。1匹ちょっとめちゃめちゃでかいから、もし小さい猫が2匹おるお家の人はぜひ試してみてください。ほら、すっかりリリの場所や。これすっかりリリね、あれすっかりリリ、こっちは、あー、ジャック、ジャックも使いたいね。リリどかしてあげよっか。おっと、ここでついにジャックさんが動き始めた。頭をグリグリしてリリピに、もうリリはたくさん使ったから次は僕に使わせてほしいのとアピールをしているのでしょうか。しかしハンモックを独占しているリリピは一向に後退する気配を見せません。粘りのジャックか、それともわがままプリンセスリリピでポンか、一体この戦いはどうなってしまうのでしょうか。リリが全然変わってくれんから、ジャックが多分これ毛づくろいするからちょっと貸してって。僕はちょっとリリのこと毛づくろいしてあげるから少しだけでいいから貸してくださいって多分言っとる。リリちゃん変わってあげたら。このハンモックが2匹乗っても大丈夫というところが実証されました。ありがとうございます。ジャクリリ変わってくんないの場所。ジャクリね、そうか、ごめんね、1個しかないねんて。このハンモックは2つとか3つとか上とかちょっとずらしてつけてったりしてキャットワークみたいにするのはすごいいいと思います。今のところ吸盤が取れる感じは全然しないので、もう少し高いところにつけてみたり、あとはリリもジャックもすごい気に入っとるから、どっちかが我慢しないでいいようにもう1個あってもいいかなって思ってます。ハビオンライフさんのこのハンモック普通にめちゃめちゃいいから、こういったハンモック欲しいなって思っとる人は概要欄に商品ページを書いておくので、気になる人はぜひ一回見てみてください。これはね、案件とかじゃなくて普通にいい。ジャックもリリもね、お気に入りでマジで常にどっちか今のところ乗っとる。他のハンモックとかを使ったことないから、その比較とかはできないから、こっちの方が良かったなとかいうのは分かんないんですけど、普通にいいです。ジャックもリリもお気に入り窓用猫ハンモック、お買い求めは Amazon にて。そう、 Amazon の商品ページだからね、みんな見てみてください。はい、ということでエピの初案件動画これにて終了いたします。皆様ご視聴ありがとうございました。ヤピ先生の次回作にご期待ください。俺たちの冒険はまだまだ始まったばかり。ということで、なんかめっちゃいろいろ台本とか作ったんだけど、台本通り喋れる人間じゃなかったことに気づきました。ハビオンライフさん、この度は素敵なハンモックをありがとうございました。これからも猫ちゃんたちにとって快適な暮らしになるような猫グッズをたくさん作ってってください。応援してます。また仕事ください。お疲れ様でした。